マルチコース、待ってどっちも。受けて分かったんですけど、はい。全く妻がそのように悩んでたっていうことも何も分かっていなかったし、まさか夫婦仲が悪いとか、とはもう全く思ってなくて、誰よりも夫婦仲はいいと、もう思って、どちらかというともう自負してたぐらい。細かいな、あんた。ほんまに。私離婚したい思っててんで。それはもう全くだからそういうことはもう感じてなかったんですよ。だから、鈍いというか、もうその本当に自分の鈍さっていうのを知らされましたね。ことは、毎週ではないですけども、だけど、散歩するんじゃ定期的に。で、毎日はとにかく、散歩するようにして、ない。で、その時に、手をつないで、ええ年ですけど、もう、がっちりと手をつないで、いやー、もうびっくりしてます。今まで手つなぐことないですもん。結婚してから寄り添って手つなぎたいなと私は思っても、なんか恥ずかしいか、人見てるやないかとか言うと、もうこんなして、だから大体彼は大体2、30メートル先を歩くんです。ずっと新婚の時から。だから冷寂たしいいね。寂しいんですよ。で、早足でしょ。だから途中で一遍隠れて、一遍帰ってろかなと思ったこともあるんですけども。それが彼の方から手をつなぎに来て、ずっと手つないだままですよ。あんな嫌がってた人が手つなぐようになってきたということがすごいし、で、どっか行きたいとこある？なんか見た映画あるって言って、そんなん言ってくれたことはもう奇跡ですね。あの後に、この間、11月3日ですね、オフ会があった時に、お二人の、この2度目の結婚式の話、そして、もう私もその映像を見せてもらって、本当に感動しましたけど、その時のお気持ちとか、どうだったか、その話も教えていただいてもいいですか？してもらって、しかも、ニック先生のその、ともこさんを愛し、敬い、慰め、助けて、変わることなく、健康な、やめる時も、健康な時も、貧しい時も、命の、日の限り、固く、節操を守って誓いますかという言葉を聞いた時にね、やっぱりもう、それは素晴らしい 感動ですね。もう、生涯やっぱり、本当に神様も、妻をも愛していこうと、新たに決意しました。もう本当に感動でした。私は自分の結婚式の時はもうなんか47年前も同じようなこと、辞める時も、健やかなる時もって言われたと思うんです。そんな顔して聞いてましたけども、もうやっぱりぐっと込み上げてきたし、私はやっぱりすぐ短期ですし、もうあんなん、もうマルチコース受けて、その時はそう思ったけども、もうあんなやめや、やっぱりあんた見てたら失望やわって言って、すぐもう、なんて自分だけやったらその決意っていうのは、なんて言うし、彼に対する約束事ももう破ってしまうと思うんですけども、あんな風にこう、結婚式として形にやっぱりして、なんか誓約っていう、神の前に誓約で、また見てくださってる中の方が皆さんお祈りしてしてくださって、そんな中でのこの誓約があったということは、なんていうの、もう引き戻られへんっていうか、元へ戻られへん。